赤色編み掛け部分が、スンニートライアングル赤枠が、スンニートライアングルスンニートライアングルは、イラクのバグダード北西のおおよそ三角形の地域のことを指す通称。宗教的にはシーア派が多く、民族的にはクルド人も少なくないイラクにおいて、スンナハムスリムのアラブ人が住民の多数を占める地域であり、2003年のイラク戦争によって崩壊したサッダーム。 フセイン政権の支持基盤であった。首都バグダードを南東の角、サッタームフセインの出身地であるティクリートを北の角とし、ラマーディを南西の角として三角形を描くことから、スンニートライアングルと呼ばれる。イラク戦争開戦後、イラク中部に侵攻したアメリカ軍に抵抗するゲリラが続発した地域であり、2003年12月14日にサッタームフセインは、 スンニートライアングルの内側にあたるティクリート南1 5トルの町で潜伏していたところを発見され拘束された。2004年春には3月31日にバグダードとラマーディの中間に位置するファルージャでアメリカ合衆国の民間人が殺害された事件をきっかけに地元武装勢力が放棄し町の治安維持を担当するアメリカ海兵隊との間で 激しい戦闘が行われた。ありがとうございます。